アレクシス・ブレーデル。1981年9月16日隊はアメリカ合衆国の女優、ファッションモデル。アレクシス・ブレーデルと表記されることもある。テキサス州ヒューストン出身。父親のマーティンはデンマーク系アルゼンチン人。母親のナネットはメキシコ人。1986年生まれの弟エリックがいる。第一はスペイン語で小学校に入学して、 初めて英語を勉強した。第一言語がスペイン語ということを知られておらず、とある雑誌のインタビューでスペイン語で話し始めたため、旅するジーンズシリーズで共演した、ホンジュラス系アメリカ人のアメリカ・フェレーラを驚かせた。高校卒業後は、ニューヨーク大学に進学、映画を専攻。8歳の時に内気な性格を克服するために、両親がヒューストンの劇団を勧め、アラジン、 オズの魔法使いなどの舞台に出演。14歳の時にモデルとしてデビュー。2000年から放送開始となったテレビドラマギルモアガールズのローリー・ギルモア役としてテレビに初出演及び映像作品に初主演。この作品で一躍注目を集めティーンチョイスアワードにノミネートされたりティーンピープル氏の25歳以下のホットな25人に選出されるなどした。 また、ギルモアガールズ放送中の2002年には、エヴァーラスティングジをさまようタックの主役で、劇場映画にもデビューした。2005年公開の、シンシティのベッキー役、旅するジーンズと16歳の夏のレーナ役で、日本でも広く知られるようになった。シンシティは、基本的に、モノクロ映画だが、監督のロバート・ロドリゲスは、彼女の青い目が素晴らしかったので、そのままの色を残したという。 2009年放送の ER 緊急救命室の最終話にジュリアワイズ医師役でゲスト出演した。また、同年5月にモデル事務所イムグと契約し、モデルとしての活動を再開。2010年の映画、声を隠す人に出演している。2017年、ハンドメイズテール、次女の物語にオブグレン役で出演し、プライムタイムクリエイティブ。 アートエミー賞ゲスト女優賞を受賞した。2008年6月趣味は読書、ハイキング、写真を撮ること。コーヒーが嫌いで、ギルモアガールズでは、コーヒー好きのローリーを演じたため、撮影ではコーラで代用していたという。2002年12月から2006年7月まで、ギルモアガールズで共演したマイロビンティミリアと交際していた。2012年6月。 マットメンで共演した、ビンセント・カーシーザーと交際中と報じられる。2013年3月に婚約を発表。2014年6月に結婚したことが報じられる。2015年秋に赤子を出産。映画、旅するジーンズシリーズに出演した4人、ブレデル、ブレイク・ライブリー、アンバー・タンブリン、アメリカ・フェレーラはプライベートでも親しくしており、ライブリーの娘のゴッドマザーに、 他の三人が指名されている。ありがとうございます。